大山猫は、哺乳子を食肉目猫か大山猫族に分類される、食肉類。別名ユーラシア大山猫、スカンジナビア半島からロシアにかけて、イタリア、オーストリア、スロベニア、ドイツ、チェコ共和国、フランスなどに再導入。模式標本の産地は単にヨーロッパとされているが、スウェーデン南部と考えられている。長からセンチメートル。 メス85から1 3 0トル。オナが11から2 5トル。体重オス11.7から 29kg。メス13から 21kg。大山猫属最大種であり、肩高約7 0ンチメートル。メスは平均 18.1kg 程度である。毛皮は灰色から赤褐色で黒い斑点がある。背面には反紋がないか不明瞭。 毛皮の模様の個体差が大きく、反転のない個体と多くの反転を持つ個体が近くで生息していることもある。尾の先端は黒い個体が多いが、黒色部が小さい個体や黒色部を描く個体もいる。スカンジナビアの元アシュリンクスリンクスリンクス、カナダオーヤマネコやスペインオーヤマネコを本種に含める説もあった。分類は混乱しており、アシュの分類について主流とされる説がない。 一例として、以下の亜種の分類は、バゼンクラフトに、分布は、IUCNSSC キャットスペシャリストグループに、従う。リンクスリンクスリンクスヨーロッパから、ロシアリンクスリンクスイザベリーナス中央アジアリンクス、リンクスコズラビフェティソブ、1950シュベリア中部、リンクスリンクスネグレクトスストロングガノーブ、1962、中華人民共和国北東部、 シベリア東部、朝鮮半島北部リンクスリンクスサーディニーモーラ、1908サルディニア島ヨーロッパ山猫のご同定とされる。以下の亜種の分類、分布は IUCNSSC キャットスペシャリストグループに従うリンクスリンクスリンクス、スカンジナビア半島、フィンランド、バルト三国、ベラルーシ、ロシアリンクスリンクスバルキャニカス、バルカン半島、l l 人日記のシノニムである。 可能性がある。リンクスリンクスカーペイズカスヘプトナー、1972ヨーロッパ中部及び東部リンクスリンクス人力、殺人、1915イラン、イラク、コーカサス、小アジアリン,リンクスリンクスイザベリーナス中央、アジアリンクスリンクスランジェライオグネフ、1928エニセガワ、伊藤、中華人民共和国森林や低木林、ツンドラ、 岩の多い産地、半砂漠など、様々な環境に生息する。開けた環境は、避けるが、森林や農地や点在する環境で、獲物がいれば都市近郊や農村部にも生息する。主にアカシカ日本ジカシベリアノロカプリーラスピゴリスノロ、カプリーラスカプリーラスアイベックス類、カフカスツールシベリアジャコウジカモスクスモスチャファース、イノシシなどの小型から、中型の夕日詰め類や、 大型夕日詰め類の幼獣を食べ、チベットカゼルチルバーラルを捕食することもある。大河やチベット高原などの夕日詰め類が少ない環境では、チベットのウサギやブノウサギ、雪ウサギなどのノウサギ類を主に捕食する。鳥類や、月脂類、両生類、魚類なども食べる。家畜を襲うこともあり、スカンジナビア半島では、半野生のトナカイが、植生の大部分を占める地域もある。 春季から秋季は植生が幅広く主に小型の獲物を捕食し、冬季は口述の理由もあり大型の獲物を捕食する傾向が強くなる。積雪の表面が凍結した環境では雪に足が沈み込んだ大型の獲物を狩ることもある。徘徊して獲物を探したり待ち伏せして通りかかった獲物に襲いかかる。小型の獲物は頭部や頸部に噛みついて殺し、 夕日詰め類は喉に噛みついて窒息死させる。繁殖期は2から3月で、妊娠期間は63から74日。主に5から7月に1回に2から4頭の幼獣を産む。カナダオ山ヤマネコと比較すると繁殖期が早く、産出数は少ない。生後2から3年で生成熟する。主に夜行性で成長すると単独で生活する。発する声は、 非常に小さく滅多に聞かれることはないため、本種の生息地域の調査が何年も不明であるケースも珍しくない。これらの特性から獲物の食べ残しや足跡が確認されても、実際に生息が確認されるまでに長い年月を有する場合もある。本種は隠れたり獲物を追跡することに有利な起伏に富む樹木の多い土地に生息している。 平均して一頭あたり20から60キロ平方メートルの縄張りを持ち、一晩に20キロメートル以上移動することもある。毛皮が利用されることもある。ヨーロッパの一部やロシアでは、スポーツハンティングの対象とされる。家畜を食害する害獣とみなされることもある。分布が非常に広く、種としての絶滅の恐れは、低いと考えられている。生息地の破壊、交通事故、密漁も含む、 毛皮用の狩猟、害獣としての駆除などによる影響が懸念されている。1975年のワシントン条約発行時には、アシュ、LL エルエルイザベリーナスが、ワシントン条約付属書2に、1977年に、ネコ科単位で、ワシントン条約付属書2に掲載されている。日本では、リュンクス属単位で、特定動物に指定されている。かつては、ヨーロッパ全土でありふれた動物であったが、 20世紀半ばまでに、環境の変化や、毛皮目的の狩猟などの影響で中央及び、西ヨーロッパの大部分の地域で絶滅している。1970年代以降、森林への大山猫の再導入が試みられ、成功しつつある。エストニア2001年の調査結果によれば、エストニアに900頭の個体が生息する。オランダオランダの大山猫は絶滅している。目撃例も、 数例あるが、飼いならされたものが逃げるか離されるかして野生化した個体ではないかと推測されている。カルパチア産無薬チェコポーランドスロバキアルーマニアセルビアにわたる。この産無薬には約に800頭の大山猫が生息する。これはロシアの西側では最も大きなヨーロッパ大山猫の継続的な個体群である。スイス1915年に絶滅したが、 1971年に再導入された。しかし、大山猫が絶滅していたオーストリアに、このスイスの大山猫が侵入してきている。スロバキアスロバキア中部及び東部の森林地帯に自然分布する。スロバキアの大山猫は、主に海抜800から1000メートルの根高林に生息する。大山猫の姿は、多くの国立公園及びその他の保護区域内で、 見られる。チェコ本種は、ボヘミア地方では19世紀に、モラビア地方では、おそらく19世紀から20世紀への移行期に、それぞれ絶滅した。1945年以降、スロバキアから侵入してきた個体により、モラビア地方に小さくて、不安定な個体群が形成された。1980年代に、20頭近くの個体が、スロバキアから移入され、 すまば地区に再導入された。2006年初めの推計では、チェコ共和国内の大山猫の個体数は65から105、等とされた。狩猟は禁じられているが、しばしば密猟の被害が出ている。中央アジア本州は、中華人民共和国の甘粛省、青海省、四川省、潜水省の各省、モンゴル、カザフスタン、ウズベキスタン、トルクメニスタン、キルギスタン、タジキスタン及び、 パキスタン北部にも自然分布しているディナルアルプス地方スロベニア、クロアチア及びボスニア・ヘルェゴビナは約130頭の大山猫の生息地となっている。これらの国々では大山猫は20世紀初頭までに絶滅したと考えられていた。しかし1973年にスロベニアで始められた再導入計画が走行した。今日では大山猫の姿は スロベニアアルプスや、クロアチアのゴランスカ地方、ベレビト山地方で、さらには、ディナルアルプスギナラ山を越えて、ボスニアヘルツェゴビナ西部に至る地域でも見られる。三国すべてにおいて、大山猫は絶滅危惧種として登録され、法によって保護されている。現実的な個体数の推計は、スロベニア40頭、クロアチア50から60頭、ボスニアヘルツェゴビナ約40頭。 ドイツ1850年に絶滅したが、1990年代に、バイエルンの森とハルツ地方に再導入された。2002年、ドイツ国内での野生の大山猫の最初の誕生が報告された。ハルツ国立公園の大山猫のカップルが子供を産んだのである。アイフェル地方でも生息が知られるが、これはフランスから侵入してきたものと思われる。さらに、 ヘッセン州のフォンゲルスベルク山地にも生息する。バルカン半島セルビア、マケドニア共和国、アルバニア及びギリシャにはおよそ100頭の大山猫がおり、マケドニア西部の偏僻な丘陵地帯に最も数多く生息する。フェノスカンジア1930年代から1950年代にかけては絶滅寸前の状態だったが、保護が効果を上げて増加に転じた。そのうちに、 本種の保護狩量が再び法制化された。個体数はまだ全像の状態にある。本種はスカンジナビアでは唯一のイエチク種以外の猫類である。フィンランド1、100から1200頭、ノルウェー西部を除くノルウェーのほぼ全地域に生息する。2005年にはノルウェー国内で51から56頭が生まれ、個体数は300から329頭と推計された。 スウェーデン2006年、スウェーデンには推計約1400頭の個体群があった。狩猟は政府機関によって制限されている。本種の狩猟への参加を希望するハンターは3月に行われる、いわゆる保護狩猟に登録しなければならない。本種の個体数、またはトナカイの群がどのような影響を受けているかによって各地区で数頭ずつだけ狩猟が許可される。 狩られる個体と狩りの場所は、州庁によって管理され、獲物は分析のために、国立獣医師協会へ送られる。ハンター自身は、地元警察当局による、マイクロチップかトランスポンダの取り付けを受ければ、皮を取っておくことができる。また、約70ユーロの料金を支払えば、獲物の頭骨を送り返してもらうこともできる。二千七年に21区で射殺が許可された大山猫は十五頭に、 すぎないが2006年に許可された51頭と比べると増加している。2006年には41頭が狩猟以外で殺され、31頭が交通事故で死亡している。フランス1900年頃に絶滅したが、後にボージュ山脈とピレンレイ山脈に再導入された。ポーランド・ビャオビエジャの森とタトラ山脈に約1 0 0頭が生息している。 ロシア本州倉庫体数の90%以上がシベリアの森林に生息しており、西側の国境地帯から日本列島北端の当初であるカラフトまで広い地域に分布している。ありがとうございます。